TV サイド A。 3人はなんかもうね、歌と踊りと夢でできてる。夢でできてる。そうだよ、夢でできてますよ。私この3人のイメージやばいな。3人はさ、あの、うん、どうやってそのなんかリズム感とかを鍛えてきたんですか？基礎体力とか。ちょっと、あ、これはみくちゃん、みくちゃん投げたな。みくちゃん、みくちゃんね、あの、うん、そんなに運動好きじゃないんです。あ、そうなんですか。みくちゃんはね、この世界に入ってからいろいろやったよ。あ、すごい。え、いろいろって何？ダンスレッスンとか歌はこの世界に入ってきてから初めてやった。それでできるからいいや。いけるよ。頑張ったよ。天才だったわ。頑張った。天才だったわ。ありがとよ。次か、次か。ね、すごいね、うん、私のね、お世話になってるね、あの方がね、みくちゃん推しなんですよね。え、誰誰？なんかね、女子なんですけど、すごいもうね、今日の現場伊藤美久いるんでしょってね、すごいしきりに言ってくるね、女性がいたんですよ。誰だろう。嬉しい。なのでね、あの、その人に伝えておきますね。みくちゃん、みくちゃんが可愛いか。どうぞよろしくお願いします。すごい謎が残るぜ、てれちゃん。そのじゃあちょっと、みくちゃん推しの人に一言いただいてもいいですか？今え、誰かわからないのに。あ、一応あの、そうですね、女性です。女性、うん、みくちゃん推しの上坂さんのお友達の人、はい、いつもありがとうございます。ネンドロイドの状態ですが、伊藤美久もみくちゃんも応援してください。よろしくお願いします。ありがとう。めっちゃ、まあ、天気こんな感じでいいな。こんな感じでよかったかな。よろしくお伝えください。はい、なんかなんであんな片言だったのかわからないけれども、ありがとう。よかったよかった。なんかすごい嬉しい気持ちになっちゃったな。ね、いいねいいね。ここじゃ、じゃあ次に行きますね。行きましょう。炭酸水おかりしますさんからいただきました。おい、バス停のコケと会話なさる上坂さんですが、ご自宅のフィギュアとは普段どのような会話をされていますか？気になることあったね。気になったな。そんなことないですよ。え、みんなね、え、みのりさん、みくちゃんもやったもんね。コケと話すよね。コケってあのコケ？コケを話す。なんか都会であんまコケ見ないんですけど。まあ、そうよね。確かにコケって下向いてないと見えないよね。本当だ。そうだね。あのね、常に下を向いてるとね、意外とコケ生えてるんだよね。それは会話っていうか言葉が聞こえてくるんですか？一方的に割と話してるんだけど。あ、一方的に。なんでコケなんですか？数あるこう、下に生えてるものの中で選ばれたのはコケです。あ、そろそろ。ミノリス。あ、ごめんなさい、ミノリス。気になっちゃった。何でしたっけ？フィギュアとお話？あ、でもね、フィギュアがね、そう、なんかフィギュアいっぱい飾ってるんですけれども、確かになんか、なんだろう。会話はしないけれども、なんかこんなこと言ってほしいなみたいなのはあるな。なんやっぱこの質問ね、やっぱ却下かな。却下だったよ。全然上坂さんが却下なら却下で全然いいですよ。そう、バス停のね、コケはね、いつも同じ箇所に生えてるんですよ。で、私学生の時、あまりにもね、あのクラスのカーストが低かったんです。3人はちょっとね、多分スクールピラミッドの上の方にいたと思うけど、いや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 、友達多い系の人だったと思うけど、いや、それはないですよ。私この辺にいたのね。この辺に行ってさ、はい、で、この辺の人が唯一さ、あのマウントを取って喋れるのコケぐらいだったの、ね。やばいちょっとやばい。ちょっとあの、これはグッドスマイルグッドスマイルグッドスマイルですよ、これ。そうですね、笑顔見れた。グッドスマイルの真逆でしたね。最悪人生 TV でしたね。最悪人生 TV。 見たい。来週からでも私の最悪人生 TV が始まります。ご期待しちゃう。酒が合いそうだな。なんか違う質問に行こうか。違う質問に行こうかな。そうですね、へこみざるさんからいただきました、好きな拷問具は何ですか？それ NG じゃないんですか、上坂さん。よく通りましたね、この、しっかり悩んでらっしゃる。悩めるのがすごい。みくちゃん、はい、みくちゃん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 、
まあ、いいんだ。4位ぐらいかな。あ、結構上位。ゆうた、どうぞ。くすぐるやつみたいなやつ。くすぐるやつみたいなやつ。そんなのないの？それなんか聞いちゃった。前ドンキに売ってる人すごいみたいなやつ。あ、はいはいはい。みなりさん。はい、みなりさん。トゲトゲの椅子。あの、刺さるやつ。トゲトゲの椅子も悪くないけど、うん、ベスト12ぐらいかな。あ、はい、みくちゃん。みくちゃんどうぞ。なんかビリビリマシーン。電気流れるやつ。それもう本当に日本の一番やばい仕掛け。一番やばいやつ出しちゃった。一番なんで知ってんの？一番やばいマシンだもんね。一番やばいマシンだったんだね。一番やばいマシンだ。はい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 。ゆうたん。ゆうたん。ろうそく。あー、なかなか熱そうだね。そうですね。ちょっとエッチですね。ゆうたん。ろうそくって聞いたら、はい、みのりす。みのりすどうぞ。首輪。あー、ね、首輪。首輪ってでもゴムゴムではないのかもしれない。悩んで悩んで一生取れない首輪みたいな。なんかなるほど。ピンポンパンポン。拘束具。次の質問へ行けと言われました。カンペが出た。カンペが出ました。危ない危ない。アウトだそうです。アウト。カットだカットだ。じゃあ何にしようかな。そうだな。何かな。スカイさんからいただきました。グッスマさんに上坂すみれフィギュアを作ってもらうとしたら、衣装やポーズはどんな感じがいいですか？素敵。これはいいな。作ってほしい。衣装な、どれがいいかな。でも上坂さんが作ってほしいやつってことだもんね。私たちが見たいっていうよりは。あ、そっか。え、でも それも聞いてもいいですか？え、ゆうたん。ゆうたんどうぞ。ゆうたん、うん、ボンキュッポン大好きやんですよ。ボンキュッポン大好きやん。ボンキュッポンのやつ大好きで。あ、私の、あ、そうそう、スミペさんのボンキュッポンのあのボンキュッポンって書いてある衣装。ああ、あれかわいい。あれすごかったな。あれ本当に、あの、なんだろう、特撮の小道具とかを実際に作ってらっしゃる方が、もう、なんか、ロケの直前までこうカラースプレーですごいニスも塗ってツヤツヤに仕上げてくださって、あれすごかった。あれ可愛いし、もうなんかスミペさんしか着れない感が。確かにね。確かにゆうたんが着てたらちょっと複雑な気持ちにはなった。そうです。なんかいろいろ足りない空気が空気が、いやいや、ゆうたんがグッドスマイル、グッドスマイル、ポジティブポジティブ。あれ最悪人生かな。みくちゃん、アリスの衣装が見たい。かわいい。それもかわいい。アリス大好き。水色の、そう、ワンピースみたいなやつで、うわ、黒いリボン、大きいリボンつけてもらうみたいなやつ。いいですね。みくちゃんいいセンスしてる。じゃあみのりすも、はい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 。みのりすは看護師さんがいいです。うわ、みのりすは意外とフェチだね。すごい短いスカートで、あのでっかい注射器を持っていただいて。みのりす？あの白いニーハイでよろしくお願いします。なんかソーシャルゲームだとそういうのレアリティ高いけどね。なんかね。みたいです。あ、みんな割れましたね。割れたな。こう私はこう露出を求められているようだ。見せてください。いや、見せれる時に見せていきたいとは思ってますけれども。あ、そしたらでも3人もやるんだよ。そう、あ、ちょっと待って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 、メドロイドのこのメドロイドならね、いいかもしれないけど、私ね、ミクちゃんのね、なんかね、すごいビキニみたいなやつ見たよ。ミクちゃんのビキニ？どれだろう。あ、でもミクちゃんのビキニも見たよ。ミクちゃんのビキニ結構やってるけど、どれだろうって思って。はい、すごい嬉しい。ありがとうございます。あんなになんか爽やかな、どうやったら爽やかにビキニが着れますか？ゆくちゃんの？言ったん思うけど、スミペさんは爽やかにビキニ着れないと思う。ちょっと爽やかになんなくね？なんないかもしれない。爽やかに、なんなんだろう、なんなくね？ね、いろいろね、なんかふわーってなっちゃうからね。ふわーってなっちゃうからね。はい、ちょっとミクちゃん、ちょっと本題に戻っていい？あ、世界に出ないの。あの、スミペさんが着たいやつ、当てるやつ。あ、そうね、私がじゃあもうジャスト作ってもらいたいやつをじゃあ当ててほしい。ミクちゃん。はい、ミクちゃんどうぞ。あのロシアが好きだから、うん、あのミリタリー的なやつじゃないかなって思うんだけど。あ、
そう、私それでね迷ったんです。2択あ、違う、2択外した2択なんで、それもね軍服っぽいバージョンもすごいいいなって思ったんですね、うん、え、なんだろう答え、ヒントください。ヒント、ヒントはね、そうだな、なん、まあ、でもアリスに近いかな、あ、じゃあ可愛い系だ。そう、メイド服。あ、いい、いや可能性が広がるな。あれ、あれ、あれメイド服と同じようなショップに売ってるかもしれないな。ロリータ正解、正解、みんないつやる。やっぱり私あのもう中学校ぐらいからもうロリータファッションじゃないと外出できないような人で、大学ぐらいまではずっとロリータ服で出かけてたんですよね。でも似合うもんね。いや好きで、なのでもうもしこう私のねフィグマとかエンドロイドとかできたらロリータに、ロリータにウォッカビンかな。独特、中二独特。あのね、ネンドロイドとかって小道具的なやつあるじゃないですか。あれもあれもね。とか表情替えとかができるのがすごい可愛いなって思うんで、うんうん、私もねとても愛用してましたけど、あ、でもどっちかって言うと私フィグマがいいかな。フィグマ、フィグマになりたい。わ、見てみたい。と思います。グスマさんお願いします。お願いします。どこにいるんだ運営は。運営はどこだ。よろしくお願いしますよ。ね、じゃあもう一ついけますかね、うん、はい、のりたかさんからいただきました、うん、温泉に行ったらまず何しますか。ちなみに自分は浸かる前に体を洗います。これは温泉の、あの、うんうん、大浴場で何をするってことかな。あ、なるほど。温泉の施設なのかどっちなんだろう。温泉の中なのかな、うん、どういうことだろう。じゃあとりあえずでもじゃあ温泉と仮定しましょう。温泉と仮定して、温泉ですね、これ最初に、最初に洗う墓入る墓ってことじゃない。え、あ、かけ湯とかじゃないの。リアル、確かに。リアルですね。ほら、上坂さんだからわかんないよ。え、上坂さんだからもっとなんか何すると思うけど、なんだろう、なんかもうすっぽんぽんでそのままダイブするみたいな、お風呂に、大きい大浴場に。うん、怪我しそうだね。そうだね。引いてるよ。引いてる。上坂さんが引いてるよ。すごい、すごいな。クレイジーガールじゃないですか。クレイジー、いやいやいや、いやいやいや、割とねもう私でも一人温泉が好きでね、わあ、割とフラッと行くことが多いんですよ。うん、なので、いいな。そう、割となのでその温泉のやっぱルールってあるじゃないですか、うんうんうん、だからそれにまあ乗っ取ってるかな。だなので普通の答えだと思いますね。お、普通の答え、普通の答え、答え非常に普通で、ゆうたんのは、ゆうたんのかけ湯、あ、かけ湯っていうかまず一通り洗う的な。あ、そうだよね、洗う的なね、一通り洗うよ普通は。人と、うん、なんかあの前に地方に行った時に、うん、あの前乗りをすることができてですね、うんうん、それであの綺麗なすごいあの大浴場がある旅館だったんですよ。わー、まあ、素敵だなって思って、で入ったら入り口にでっかい大浴場の前に看板があって、うんうん、かけ湯をしない者は今すぐ出ていけって書いてある。強い。かけ湯しない人は二度とこの温泉に来ないでくださいみたいな、すっごい強い看板があって、あ、かけ湯って大事なんだって。かけ湯だけじゃなくて一通りもシャンプーとか、うん、洗顔とか全部済ませて、うんうん、あのお風呂に入るのが一番気持ちいいよな、確かにって思いました。だからこれゆうたんが正解かな。よかった、ゆうたん、おめでとう、おめでとう。じゃあそんな感じで、なんかすごいみんなガンガン考えてくれてありがとう。そうなんです。スニッペさんの後ですね、はい、まだまだクイズしたいんですけど、今回はこれでお時間らしいです。やばい、このクイズの誰が何問答えたかカウントしてなかったけど、今どうなってます。ね、ゆうたんが1問、みくちゃんが1問、みのりすが2問正解。え、やった、すごいじゃん。やったやった。でもこれまだ現在の1位ですもんね。あ、そっか、まだあるよ、前半戦だもんね今日は。そう、まだ続くのね。そうなの、まだまだ次で答えます。おい、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは今回のグッスマ TV はおしまいです。今日楽しかったなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もしてください。はい、お願いします。